そういうわけで、厄介なことに強力な防衛システムが存在するんだ。研究施設に到達するにはこの防衛システムを突破しなきゃならない。そこで君たち、ルーンエンジェル隊の出番だ。みんな、頑張ろう。おう、そんなもん、あっという間にぶっ壊してやるぜ。はい、ナノちゃんのためです。任せて。よし、では作戦を説明する。衛星フェムトにある目的地周辺のスキャン結果だ。現在のルクシオールの位置はここ。進路には無数の浮遊砲台が配置されている。今回の作戦の目的は上陸用シャトルの進路を確保することだ。よってミッション目標はこのエリア内の浮遊砲台の全滅となる。以上だ。なお、上陸用シャトルの操縦は本人からの申し出もあり、バニラが行う。え、危険ですよ。私は一度来ていますので、多少なりとも土地勘があります。論理的な選択です。それにナノナノは私の娘も当然、親としては当然のことです。バニラさん。ああそうだ、言い忘れてた。カズヤ。はい。今回の出撃でも君に戦闘指揮を取ってもらう。司令、どこか具合が悪いんですか？いや、別になんともないよ。ただ前回前々回とカズヤが指揮してくれただろ。ええ。戦闘データを見るとね、エンジェル隊のテンションが俺の指揮の時より高いんだ。今までの2回が2回ともだよ。エンジェル隊のテンションがより高い。これは無視できない要素なのさ。そんなわけで、以後戦闘における指揮権をカズヤ、白波、君に一任する。そんな無茶な。無茶じゃないですよ、白波さん。そうそう、自信を持ちなさい、白波。ほら、しっかりしろよ。大丈夫だって。データだってケツまくって逃げてったじゃねえか。あれ、リータだっけか。ほら、みんなもこう言ってる。それに、これは命令だぞ。はい。なんだ、気合のない返事だな。カズヤ、腹を決めろ。フォルテが泣くぞ。いい男になるんだよ、私が自慢できるような。ね。わかりました。カズヤ、白波、これより戦闘の指揮を取ります。みんな、行くよ。はい。イエスサー。おう。よし、ルーンエンジェル隊、発進だ。みんな、これからは僕の指示に従ってもらうことになる。まだまだ経験不足だけど、よろしく頼むよ。大丈夫です。
私だって新人同然です。あらあら、もっと肩の力抜いた方がいいわよ。そうそう、戦闘ってのは勘が勝負だからな。うん、ナノナノも待ってる。さっさと片付けよう。ごめんなさい、ナノちゃんが危ないの。ナノちゃんのためにも急ぎましょう。ナノちゃん頑張って。了解です。さて撃つとしますか。よし、ルクシオールが甘く見るな。了解了解。押し抵抗。5番にクロスケイバー抵抗。コンディション良好です。了解です。目標破壊。奉仕の皆さん、時間がないわ。そう、阻むわよ。うまく逃げられたわ。悪いわね、仲間の命が危ないの。聞いただろ。わかった。私の魔法エネルギーを受けたよ。さっさと落ち上がれ。ラジャー。ごめん、外れたわ。ダメージが少し心配です。追い風や。ちゃんと他の連中に攻撃を受けました。
ヘキサクロスブレイク。ありがとうございます。妖怪のボンバー、全力で戦います。敵を見つけました。了解。了解しました。できついよ。次はどれ？しばらくは大丈夫だ。マニラ、進路は確保された。発進の準備に入ってくれ。了解しました。シャトル、発進準備に入ります。ルーンエンジェル隊は直ちに帰還。上陸班の護衛としてシャトルに同乗してくれ。了解。ここがナノナノが発見された場所。すごい、全然荒廃していませんよ。ナノマシンによる捕手システムがあるのです。便利ですね。こんだけ綺麗なのに人が一人もいねえと、なんか異様だな。皆さん、決して離れないでください。至る所に防衛システムがあります。あー、怖いですわ。着きました。この部屋です。あ、ナノちゃん。あら、こんなにたくさんのナノちゃんがいるなんて。いや、ナノじゃねえぞ。よく見ろ。本当だ、どれも微妙に違う。これ全部、いえ、
全員がナノマシン生命体なんですね。おそらく。でも目を覚ましたのはナノなのだけでした。こいつら全員が瞑想したらさぞかしうるせえだろうな。想像もしたくないですに。さあこの培養槽です。ナノナノをここへ。わかりました。ごめんよ、ナノナノ、ナノナノ、ナノナノ。ちょっと動かすからね。よいしょっと。どうなんでしょう、バニラさん。これで、ナノちゃんは治るんですか？この培養槽は、メンテナンスマシンであることが前回の訪問で分かっています。おならしてるですね。あら、おならじゃありませんわ、尻尾ですわ。本当だ、尻尾が少し生えて先から泡が出てる。どうやらシステムは順調に稼働しているようです。バニラさん。はい、この様子ならナノちゃん。よかった、ナノナノ。また殴られるのは嫌ですね。でも嬉しいですね。このまましばらく待ちましょう。それにしましてもこんなにたくさんいらっしゃるのに、どうしてナノちゃんだけ目が覚めたのかしら。そうですね、この子たち未完成にも見えませんし。ナノナノが目を覚ました時はどんな感じだったんですか、バニラさん。はい、私が初めてここを訪れこの培養槽の前を通った時のことです。誰かに呼ばれた気がしました。不思議に思い培養槽の中を見ていると突然目を覚ましたのです。まあ、きっとナノちゃんはバニラさんを待ってたんですわ。こいつら誰かが起こしてくれるのをずっと待ってるのかもな。なんだかロマンチックですね。終わったようです。生体電位は正常値に戻っています。培養液脱水開始。ナノナノ。ナノちゃん、ちゃん、動いた。ナノちゃん、起きるですね。ん、おはようですわ。カルー、あれ、リコタン、カズヤも。ナノナノ。あ、ママがいるのだ。わかったのだ、これは夢なのだ。ママがいるはずないのだ。寝ぼけやがって。夢ではありません、ナノナノ、お久しぶりです。ん、これは夢じゃないのだ。あ、そうだよ、ナノちゃん。いや、リコタン苦しいのだ。ナノちゃん、ナノちゃん、心配したんですのよ。とりあえず喜んでやるですね。よかった。まったく、人騒がせにもほどがある。おかえり、ナノナノ。なんかわけわからないのだ。みんなに心配をかけちゃったのだ。寝てる間にそんなことになってるとは思いもしなかったのだ。まさに夢にも思わなかったですかね。ごめんなさい、なのだ。謝ることないわよ。ナノちゃんはルクシオールのみんなを助けようとしただけなんだから。その通りだよ、みんながナノナノに感謝してる。そんな照れるのだ。ナノナノ、動かないでください、システムチェック中です。あ、ごめんなさい、なのだ。まあ、何にせよ治ってよかったな。親分もありがとうなのだ。
ナノナノもう元気いっぱいなのだ。どうやら全て正常のようです。もう動いてもいいですよ。はい、ナノだ。では最後にナノマシンの再構成チェックを行います。私に変身してみてください。変身するのだ。変身？ナノナノって変身できるの？できるけど。へえ、そいつは見物だな。早くやってくれよ。嫌のだ。ナノナノ変身は嫌いなのだ。あら、これではチェックが終わりません。困りました。ナノちゃん、嫌かもしれないけどチェックが終わらないわ。そうだよ、バニラさんも困ってるだろ。そんなこと言っても。ほら、さっさとやっちまえよ。ちょっとでもいいのだ。はい、短い時間で構いません。なら一回だけなのだ。一回だけなら変身してもいいのだ。わかりました、それで十分です。じゃあ変身するのだ。これでよろしいですか？うわ、すげえ！声までそっくりだ。まあ、喋り方まで変わってしまうんですのね。聞いてはいたけど、ここまでなんて。問題ないようです。では、元に戻っていいですよ。はい。すげえってなの。な、今度は俺だ。俺に変身してくれよ。嫌なのだ。もう変身したくないのだ。頼むよ、な。どうしてももう一遍見てんだ。親分、ひどいのだ。そうだよ、これは親分の命令だぞ。お前子分だろ。聞けねえのか。いくら親分でもそれだけは嫌なのだ。なんだと、波紋にすんぞ。まったく、アニスは。いけません。ナノナノは問題ありませんが、アニスさんには防衛システムが反応してしまいます。そうか。この部屋以外はそれほど調査されていないのです。どんなことが起きるか探しに行きましょう。そうですわね。あまり大人数で行動しても危険です。私はシャトルに戻り、発進の準備を整えておきます。わかりました、よろしくお願いします。みんな行こう。ちょっと待ってください。こういう時はあの人の方が何と。ミモレットちゃん、お任せあれですに。何かと何よ、便利とでも言いたかったのかしら。あなたも変身できるのですね。変身ってほどでも。さあ、二人を探しに行きましょう。おっしゃ、行くよ、ミモ。了解ですに。それじゃあ僕はここから右を、リコは正面、テキーラは左の通路を捜索してよ。了解。オーケー。なるだろう、アリス。どこ行ったんだ。ん、床が少し濡れてる。あ、きっと培養液だ。ナノナノの服がまだ乾いてないんだ。ところどころ濡れてる。よし、白波からリコ、テキーラ。こちら桜庭。何？どうやらこっちにいそうだよ。合流しよう。わかりました、向かいます。はいはいっと。よし、濡れた跡を追ってみよう。ここで途切れてる。親分、ひどいのだ。あ、いた、この部屋だ。
こら、ナノなの？カズヤなのだ。もう、探したんだよ。さあ、行こう。親分がいじめるのだ、行きたくないのだ。あれ、その親分は？しつこいから巻いてやったのだ。どっか行っちゃったのだ。なんだ、アニスは別か。しょうがないな。どっちに行ったのかな。探さなきゃ。知らないのだ。親分なんてどっか行っちゃえばいいのだ。ナノなの。アニスはここの人間じゃない。ナノナノみたいに安全に動き回れないんだ。早く探さないと防衛システムに見つかって大変なことになるかもしれないだろ。変身したくないのだ。ナノナノ、ほら泣かないで。アニスが来てももうあんなこと言わせないからね。うん、大丈夫大丈夫。なんでそんなに変身が嫌なんだい。どこか痛くなるとか。痛くはないのだ。ただただ変身するとナノナノがどっか行っちゃうみたいなのだ。ナノナノがどっか行く。うん、自分じゃなくなるみたいな感じがしてすごく気持ち悪いのだ。そうなんだ。ナノナノの変身は外見が変わるだけじゃないんだね。だから声や挙動までそっくりになるのかな。うん、わかった。そんなに辛いならもう誰も変身しろなんて言わないよ。でもアニスはそれを知らなかったんだ。だから許してあげようね。うん、よし。それじゃあアニスはどっちに行ったのかな。ナノナノを見つけられずに行き過ぎて行ったのだ。ってことはこの部屋より奥か。なんだ。部屋を出よう。白波さん、リコ、この音は。わかりません。奥の方から聞こえます。え、爆発だ。うわー、来るなー。アニスさん、誰かに追われてる。ロボットなのだ。お前ら助けてくれ。やっぱり防衛システムに引っかかったんだ。あ、リコだ。後ろなのだ。離して。リコ、こら離せ。エベベ侵入者発見、人間エベベ楽園アイゼ。くそ。ね、見た目は男っぽいけど。あ、男なんですね。多分男、男、この人男、男。いやー、一発 KO なのだ。お前ら、こっちもなんとかしてくれ。ベベベベ侵入者アイゼン。うわ、ちょっと、ミモ任せるですに。テキーラ、何時我の望む姿に変わらん。うん。あ、アニスになった。そう見えてるだけよ。ミモ、かく乱して。オッケーですね。こっちですね。ベベ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 アイゼンアイゼン。どえ。二人に増えたくらいじゃごまかせないか。うひゃ。アイゼン侵入者アイゼン。
スが3人に。ルル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 ルダイヤモンドヘッドバード。にゃ。変身が溶けたですね。バカね。あんたは見た目が変わってるだけで、実際は見ものままよ。いや、分かってはいるんですね。その、つい。なんなの？大丈夫？大丈夫なのだ。ナノ。皆さん、今のうちです。シャトルに戻りましょう。そうだね。さっさとフェムと離れよう。おう。ほら、ミモ。きっつでしたよね。どうやらいろいろとあったようですね。あったも何もわけのわかんないロボットに追われて大変だったんだから。疲れたですね。すまねえ、迷惑かけた。アニス、謝るならナノナノにだろ。君が変身しろなんて言わなきゃこんなことにならなかったんだ。ナノナノは変身すると精神的にかなり辛いんだってさ。にもかかわらずさっきはアニスを助けるために変身してくれたんだ。そうだったのか。すまなかった、ナノ。ありがとうな。何言ってるのだ。これでおあいこなのだ。おあいこ？親分はナノナノが落ちそうになったのを助けてくれたのだ。だからこれでおあいこなのだ。気にしなくていいのだ。タクトからシャトル。こちらシャトルです。急いで帰還してくれ。接近してくる艦隊がある。多分敵だ。了解しました。最大スピードで帰還します。一難去ってまた一難ですね。もう you